今日もアナウンスないね。新メンバーいないんだ。近所は特にないんだけど、なんでよしことデートできなかったのかって非常に納得いってないですね。購読者数が足りないのかな。そんなに高い女か。私は山田もっとちゃんとか畑さんとデートがしたいな。ではいただきます。いただきます。いただきます。はい。今日は秘密の場所で秘密の大会があるよ。もう買ったから大丈夫です。うん。ふふい。もう買ったからいいよ。これ以上何もないよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。悪の博士が大人に話を聞きに来てって、言ってたぞ。でも大人が取材したら子供の新聞にならないからな。ね、大人と子供の中間のララコが行くのはどうかしら。でもさ、ララコちゃん、話理解できる？おう、それは明暗だ。明暗か？え、なになに？おー。木曜の朝食の後。ララコちゃんと一緒に博士を取材するしんのすけ。はいはい。今日は博士が発明したという恐竜を現代連れてくるタイムマシンについてお話をお聞きしたいのですが、我が輩のタイムマシンが連れてくることができるのは恐竜だけではない。人も運ぶことができる。それはもう何度も実験して成功を確認しておる。今この世界にタイムマシンでやってきた人がいるってことですか？しんちゃんのこと？そんなバカな。いやいや、ここに本当にいる。我が輩も何度かやっておるし。実はしんのすけもそうなのだ。たたたん。信じてくれるかな？はいはい。どうやらしんのすけは、カメラが初めて写真を撮ったその時へタイムトラベルしているようだ。ああ、駅ね。つまり画像があることで我々の記憶に残った瞬間へ飛んでいるのだ。じゃあもし恐竜がいた時代の記憶がどこかにあれば、それを道しるべにして彼らを古代に返すことができるのですか？そういうこと？その通り。道しるべとはなかなかうまいことを言うな。ララコちゃん理解早すぎない？すご。でも返すことは我が輩が許さない。恐竜は我が輩の技術力を誇示するためにこの世界に呼んだものなのだ。そうか、恐竜がいた時代の記憶さえどこかにあれば。聞いてないな。それが世界の秩序を回復させる唯一の方法。なるほどなるほど。ララコちゃんの宿題となりました。あの遺跡とかじゃない？では博士、聞きたいことが全部聞けたので今日はこれでさよなら。おいおい、こちらは言いたいことがまだまだ山のようにあるのだぞ。あ、ララコちゃん、あ、今日は秘密基地で大会があるからそれも忘れないでね。あ、そっちどうしよっかな。時間あったらやろっかな。ねえ、今日は何のおにぎり食べてんの？あの子はいつもやる気なさそうにブラブラしてるのに、今日は急に一生懸命になりやがって。そういえばさっきの取材で一つだけ言わなかったことがある。何？あ、はいはいはい。我が輩が自分自身にタイムマシンを使った時、移動先は私と私の母親がまだ若かった頃、懐かしい写真に記録されていたあの時代だった。あ、いや、そうよね。お母さんという割には若いなと思ったんだよ。うんうん。思い出とはとてもとても大切なものなのだな。わかってる？おっと、幼稚園児相手に独り言を言ってしまったようだ。
でもお母さんまだ存命って言ってなかったっけ？オラも聞いていたから、一人ごとじゃなくて二人だぞ。なおさら恥ずかしくなってきたんじゃないか。もう話変わんない？あ、はいはいはい。オッケー。で、ちょっくら釣りしてから、あと、ハタさんがなんかくれるって言ってたんだよね。何くれんの？え、何くれんだろう？イエーイ！ほんと楽しみ。それでも、ハタさんと、ハタさんとデートとかってできますかね？でもあれかな、自分の子供と同い年の人とは、みたいな。なるかな？いや、気にしないでくださいよ。ハタさんとデートして。イエーイ！はい。おいで。もしもし。ん？あれ、ここじゃない。あれか、こっちか。ここ。あ、あ。ハタさん。ハタさん、こんにちは。イエーイ。お待たせしました。ごめんなさい、ハタさんを待たせるつもりはなかったんですけど、はい。おばちゃん？なに、おばちゃん、オラのことそんなに好き？ありがとうございます。これ、しんちゃんにプレゼントしようと思ってずっと追ってたの。はぁ、ダメですよーって言ってたの。しんちゃんに、ああ、もらってくれるかな？はい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 。鶴の恩返しみたいにしばらく家にこもっておっていたのよ。うん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 。おら、鶴は助けてないぞ。でも、おばちゃん、ありがとう。ありがとう、はたさん。これ、あ、違うわよ。タペストリーといって大きな布よ。もらってくれてありがとう。え、はたさん、また来ることがあったら今度はおパンツを作ってあげようかしら。いい。ありがとう、ハタさん。ありがとう、ありがとう。じゃ、あの、ケツだけ静止。あ、あ。あ、ハタさん、いいよな。イエーイ！ちょ、さ、持ち物になんかある？ちゃう、ヒントちゃうわ。ん？いや、ここじゃない。え？え？え、もの。確認できない。確認できない。え？おやつ、目標、絵日記。え、もらったものどっかで確認できないのかな？え？まあいいか。ありがとうございます、はたさん。あ、半妙か？あ、あっちにもあるな。ミッサ、背中のひまちゃん。あー、同じだね。あー、二人で仲良くお店の切り盛りしちゃってさ。有明シラウオ、あ、つってないね。え、あと何？あ、新聞社行こっか。あ、キャップの部屋から行けばよかったか。あ、こっち、いいのか。よしこがデートしてくれないからさ、いいんだけど、別に。このシチュエーションはドラマなら、シチュエーションごっこ好きだな。こんなナレーションが流れるシーンだわ。
ついにキャプからデートの約束をもらったヨシコ、なんと日の山食堂で一緒にご飯を食べることになったのだ。やったー、ヨシコの思いはキャプに届いた。それでもなぜかまだこうしてロッカーの陰に身を潜めてキャップの姿を目で追うゲナゲナヨシコ。そして彼女はふとあることを思い出した。もし新聞社を大きくすることができたら、しんのすけと人生初のデートをするという約束があったのだ。ヨシコはしんのすけとの約束を守ろうと考えました。ありがとう、しんちゃん。約束通りあなたとデートしてあげる。ありがとうございます。なんだよ、よしこ兄さんとデート。なんだよ、なんでデートしてくれないんだって。約束破んのかってちょっとおこだったんですけど、私の人生初デートだからしっかりエスコートしてね。はい、テニスコートエスコートエスコートよ、紳士的にね。お任せあれ、こう見えて立派な5歳児ですから。頑張ろうしんちゃん。じゃあ最初は駅前の遺跡のところに集合よ。恐竜に踏まれないように気をつけてきてね。はーい。なるほど、あ、よかった、ちゃんと約束覚えててくれたんだ。ロッカーの影のヨシコちゃんパート2。お、これはどうやらキャップをかなり驚かせてしまったみたいです。どういうこと？でも今回はちゃんとヨシコちゃんの気持ちが伝わる文章を添えてキャップに出したしんのすけ。はいはい、何何？よしこお姉さんラブラブビーム発射中。これってもしかするとお姉さんがオラに、よしこくんが僕にラブラブって意味なのか。え、それはびっくり。いや困ったな、でもデートの約束取り付けたって言ってたぞ。お相撲さん、あ、嫌われたキャップ、あ、あれこれもなんかクエストあったっけ。見て見て、これはすごいぞしんのすけ。うん、あ、花粉症、うん、506人。あり、うんうん、誰もが頑張ってくれ。でももう何もないんだよな。はい、遺跡の方においでって言ってたよね。遺跡、遺跡はこっちか。あらら、ごめんなさいね。あ、踏まれたからダメとかないよね。そこまでシビアなゲームではないよね。こっちか。あ、ついでにこっち来たからカレー屋の納品クエストいけるな。イエーイ、オッケー。あー、そっか、遠回りだ。あ、山田もっとちゃんもなんか納品できます。この辺も回収して、こういう地道な作業が大事なゲームなんですよ。めっちゃ言うて金持ってっけどね。5歳児7000何本持ってるのやばくない？うんうん。ん？キイチゴ。サンキュー。あ、トマト。はいはいはい。あれ、アマゴ。あれ、アマゴ釣らなかったっけ？足りない？よりどり緑、どれにする？11個持ってる。ん？持ってない。あ、金あるから買ってっか。いいよ、もう。あ、そっか、一回一回やんなきゃいけないんだ。はい。これでいい？転売だよ、転売。うん、熟トマト、トマト、大人参。うん、まあいいか。じゃあ、また、バイビー！バイビー！まあ、デート前にね、やることは、やんなきゃ。あ、熟トマト10個。ああ。
お、かたじけない。オッケーオッケー。あとは人参一本か。いてて、うんうん。はい。ね、そう、8000なんぼとかやばくない？8000なんぼ。うん。悪い大人なので普通に課金に使っちゃうな。虫はおらんの。あ、よし、ゴー。お待たせー。ここからいろんな事件が始まっているのね。うん。私、最初はここで発掘のアルバイトをしてたのよ。あ、それがきっかけでキャップさんと知り合いになったの。ね、デートの割に他の男の話するの？人生何が起きるかわかりませんな。ほんとそうね。まさか恐竜の骨が出るとは思わなかった。次はロープウェイの駅に集合よ。時間は大丈夫だな。あ、なんだっけ、恐竜の痕跡をあれしろみたいな。ここもそのうちの一つか。まあ、そういえばクエスト、お使いクエストはもうクリアしてんだな。いいな。出前聞きませんから、自分でやってね。バイバイ。ベニボタル、ベニボタル。なんか虫飛んどる。昔トンボか。イエーイ。あ、ロード入ったな。今から切符を買ってくるから、ちょっとだけ待っててね。あ、よしこ、金出してくれんだ。ありがとう。あ、でもね、普通に金持ってるんすよ。よしこの分とか全然出せるよ。これに乗っていくの？そうよ。あれ、上のマップってさ、あの、恐竜バトルで勝ったから解放されたんだけど、普通に、よしことのイベントをクリアしてたらいけたのか？あ、恐竜おるね。楽しいね、楽しいね。あ、めっちゃあの建物新聞って書いてんだな。気づかなかった。はい、到着。でも、ベニボタルはおらんのよな。ここでは何の話を教えてもらえるのかな？どうだった？楽しかった？え、終わり？ほら、お姉さんと一緒なら何でも楽しいぞ。まあ、お上手ね。このシチュエーションはドラマなら、こんなナレーションが流れるシーンだわ。めっちゃヨシコってテレビっ子なんだな。キャプとヨシコはついに気持ちを通じ合う、気持ちを通じ合う？ん？しかしヨシコはしんのすけとの約束を果たすため、人生初のデート相手にしんのすけを選んだ。いや、君さ、二人でデートっていう割にほんとさっきから他の男の話ばっかりするんだよな。こうしてしんのすけの実らぬ恋はその大輪の花を咲かせた。しんちゃん、よしこお姉さん、キラキラ、目がキラキラしとる。あ、帰ってきた。楽しかったね、しんちゃん。じゃあ私は新聞社に戻ってます。おうおうおお、ちょっとサービスタイムが短いんとちゃいます？延長かけれる？イエーイ。
あー、なるほど。やっぱわがまま恐竜が一番強いんだな。え、初戦で 700? 初戦で700やばくないか。灼熱フレーム、ローリング、あ、でもティラノーン、え、パワーの攻撃力の低さ何これ。ティラノーンで勝つのは難しいかな。レアリティ高いのがやっぱ、全攻撃が70アップ、いや、これが一番いいよね。70アップより80だよ。なんでこれ欲しいよ。これじゃろ。え、700ってやばくないか。バカじゃないの。え、1回戦で700でしょ。どんなもんだ。バトルスタート。え、この人パー出してくるんじゃなかったっけ。いざ勝負。お、合ってた。よし、176か。どれにしますかね。でも確か続くんだよな。違ったか。あ、アイコか。アイコ、アイコルール。ひどいよ。なんで目押し下手くそすぎる。え、やばいやばいやばい。チャージ24じゃダメだ。ああ、チョキ。で、次グーじゃないか。いざ勝負。アイコか。いや、アイコルーレット勝てないんだよな。よし、これでどのぐらいいく。あ、でもパワー弱いんだっけ。それはやだ。 SP、いざ勝負。どうだ。あ、アイコ、アイコルーレット。フライング勝った。初戦敗退じゃない。ねえ、クソ、やったな。ティラノーンで勝つのは無謀か、もしかして。あ、いざ勝負。あ、ちょっと、どんなもんだ。いけるか。あ、いざ勝負。なるほど、ティラノーンはあれだな、ホーグ打ちまくるタイプだな。わかった、ティラノーンの運用方法わかったわ。負けそう。やばい、 SP してくんじゃん絶対。まあ、いいか。あ、え、マジ。あ、でも攻撃力低いんだよな。やるね。なるほど、はい。いざ勝負。あれ、ララコ手加減してくれてるの。進め。いや、運用方法、まあ、一回戦で学べたのは大きいな。ノックアウト。
しよしよしよし、お見事。はい、うんうん。999 999、バカじゃないの。アイコか。アイコ、アイコレ。いや、バカじゃん。オッケー、やったやった。ち、いや、アイコ、アイコ勝ち確じゃなくなってきたぞ。なんでそうなる。うん、どれにしますかね。チャージたまるな。マグ食らっても大丈夫。アイコ、アイコルーレット。あ、いや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 、まあ、いや、バカじゃないの。無理に決まってんじゃん。107。あ、違う違う違う、ホーグホーグ。アイコ、アイコルーレット。ミスった、ミスった。やりますね。くそ。どれにしますかね。やべ、宝具食らったら終わりだ。いざ勝負。え、これ勝てなくないか。アイコ、アイコ、アイコルーレット。あ、死ぬ。うわ、無理じゃん、こんなの。やるぞ。いや、無理じゃん、無理じゃん。チェシもやりますね。あ、悔しい、あ、悔しい。ロックアウト。残念、しんのすけの。やるだろう。ああ、ちょっと腹が立ちましたね。残念、しんのすけ。阿蘇防衛隊、ファイヤー、ファイヤー。もう知らん、もう知らん、やだ。いや、もう先から話してるけど、恐竜の大会ダメだな。最初の大会の方で勝っておいてよかったわ。今日は疲れたぞ、本当に。さあ、どうしよっかな。うん。夜の縁側にいると子供の頃を思い出すな。私もお母さんになったら、うちのお母さんや畑さんみたいに、毎晩本を読んであげようかな。いや、そういう将来の展望みたいなの、まあ、将来の夢みたいなの持ってるのいいな。そういうの、眩しいよね、この年になるとさ。な、一郎。ある日、西の、鉄道の仕事をしていると、家にいる時も、線路の状態とか、明日のダイヤのことが気になったりするものなんだ。でも、こうして子供たちと一緒に縁側にいる時だけは、仕事を忘れることができるな。周りの恐竜たち、素晴らしい。いいな。なんか今日、エモくない？うちのお母さん、最初は布を染めるのが仕事で、最近は糸を作る仕事もやりたいらしいんだ。もう1から10まで全部自分でやりたいみたいな。理由は、明日、あ、いいとこでじらすなぁ。なあ、きねちゃん。うん。あ、はんはん、おにぎり。
破局はいきなりやってきました。はい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 、博士はおにぎりが大好物なの、うん、知っとるよ。突き破り、巨大な隕石が海辺の半島に落ちてきたのです。あれ？次の春がやってきたのは数万年後のことでした。もう本当はゆっくりお話聞きたいんだけどな。遠い未来にその凶暴よし、あ、何するかな。よし、こデート楽しかったな。うん、男の人の気持ちってよくわからないな。お姉さん、オラの気持ちならお伝えしますぞ。無視。しんちゃんありがとう。でもお姉さんが知りたいのは大人の男の人の気持ちなの。ああ、しんちゃんには用ないって。うん、あの子ったらライバルだし、しかも恋愛の相談をしてるようなんだよね。許せなくない？いや、あれ、許せなくないってどっちの意味？許せなくなくない？あれ？ゲシュタルト崩壊？いや、大丈夫よ。あの、キャップとのことさ、教えてあげた方がいいのかな？キャップのこと相談してんだよな。あもうここクリアしてるから。うん、いつも食べるの早いね。そんなことないよ。ラーメンなら1分以上か。いや、早いよ。イエーイ。よし、猫舌とかではないんだけど、1分は早くない？消化に悪いよ。あ、チェ、そういえば恐竜のくしゃみってさ、あ、ちょ、くそ、あ、あ、イエーイ、ゲットだな。恐竜のくしゃみってどこで見られるんだろう。ん？棚。あ、ちょちょちょ。出前よ、出前。あ、ここも、なんかあるか。新聞を作るのは楽しかったかい？うん。それはよかった。社長をやるのは楽しかったですな。社長じゃないぞ。今日はどんな記事ができた？あれ？まだないぞ。では、新之助記者。ここでもできんの？しんのすけは時々博士と一緒に行動してるようだけど、父ちゃんもそのカメラ欲しいな。最初はいまいちわからなかったけど、今なら理解できる。だって絵を描いてくれるなんてすごい機能だし。私はさ、脳内で描いたものを絵にしてくれるなんか装置がさ、そろそろできてもいいと思うんだけど、どう思う？絵が描けないんだよ。あ、恥ずかしいからこのことは隠しておこう。飲めるの隠すの？ダンシングゼロ、サブローさんにラーメン一つ。はい。はーい。そっかー。あ、でも、大酒飲みだったら、お酒強いってバレるのちょっと恥ずかしいか。そういうのはあるかもしれない。うん。よく、まあ、これも聞いた話だけど、夫婦仲って基本的にお酒の飲み方とか飲める量が、うん、同じ方がうまくいきやすいって言うよね。うん。あ、あはーい。でも身の回りに、その、旦那さんはお酒飲めないけど、奥さんが飲めるって人とかもいるからな。まあ、まあ、一説によるとって感じだよね。よし。ありがとう。ありがとうございます。私はそんなお酒、普通ぐらいなんで、別に隠すこともないんですけど。古代の方がこっちに来たのよね。あ、チュッパチュッパー。チュッチュー。しんのすけはもう歯磨いた？まだでーす。うん、あと、特に、できることないな。釣りぐらいか。釣り、できるか。
ちょっと釣ったらもう寝るか。迎えに来るね。ここ抜けたら迎えに来るだろ。ほら。おーい、そろそろ帰る時間だよ。はーい。今日はデートしたぞ。秘密基地で、あ、秘密の大会ね。そんなものはなかった。恐竜がいた古い時代の記憶を見つけて、彼らをタイムトラベルさせちゃおう。みんなで一緒に行きたいな。いや、帰ってもらおう。あ、はいはいはい。八百屋さんできるかな？できるかな？でもピーマンなくてよかったよね。しんちゃんもさ、ピーマン嫌いだよね。私も嫌いだね。あ、はいはい、育ちすぎた人参のおじいちゃん。なるほど。あ、はたさん。タコストリーって言ってたか。普通にタペストリーって呼んでたわ。へえ。なんでタコかは謎なんだ。よし、このラブラブにやっと気づいた、キャップさん。困った、キャップさん。いやー、ついにデートしたね。ちゃんとヨシコが約束守ってくれてよかったよ。ついにデート、駅まで一緒に歩いたり、ロープウェイで山頂へ。うん。ここにあらずだったかも。ありがとう。楽しかった。うん、楽しかった。あ、有明シラウオね。ほん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 。有明シラウオを釣り上げた、こんな魚がなぜここに？ん？あ、そっか。川の方にはあまりいないみたいなことだったっけ？はい。うん。これも捕まえたね。うん。あ、蝶全部か。うん。英語のバターフライとは、バター色の虫のこと？え？バター色？え、黄色い蝶々だからバターってこと？でも、黄色以外の蝶いるよね。どういうこと？うんうんうん。水色の綺麗な蝶々。あ、よよこおばちゃんは日本酒なら3日で1升飲めるんだ。あー、そっち記事にしちゃう。攻めた内容にしちゃう行っちゃいましょう。終わりか。はい。意外に可愛い寝顔してるな。ありがとうございます。おやすみー。